ったら何を好きなのって聞きたくない？ I like 私好きです、誰を何をってなるでしょ。で、他いいですか、よく聞いて。動詞にはね、これは目的を必要なものがあるわけよ。 I sleep だったら、うん、寝るんだっていうふうになるでしょ。それで OK です。でも I like したら何をって聞きたくなるでしょ。何好きなのよ。 I like apples。 これを目的を O とします。目的っていうのはオブジェクトっていう英語があるので SVO、 英語には SV の形、 SVO の形、もうなんか日本人はまあとにかく分析するのが好きなんですけど、からほらそういう言葉と、それから I am happy、 これ目的じゃないです。 OK? 私と happy はイコールです。 OK? I am happy、 これは SVC の形になります。 SVC の形、これとイコールの場合は SVC の形です。 OK? これは I like apples、I sleep、 I am happy、 そのような言葉です。じゃあもう一つある。今みたいにこれは SVOC の形。なぜかというとこれとこれがイコールで結べることができるの。 C がフェイマスじゃないでしょ。有名なのは彼でしょ。そうでしょ、わかるでしょ。彼女はさせました彼を有名に、だから有名な人は彼でしょ。彼と有名はイコールで結びつくことができる。これを SVOC の形と言います。OK? そしてまだある。もう一つ。I give you、I give you a pen。これ見てください。SVO。人にだから O、 これが物、人、物で SVOO の形と、誰々に何々をあげるという形が SVOO の形で、今習うのは SVOC の形。高校行ったらすぐやります。でも中学校でもやるんです、すぐ私学館は。 OKSV の形、SVO の形、SVOC の形ってあるんですけども、ここに SVO の形は、主語プラス動詞プラス、これもう一回書いてください。目的って書いてあるでしょ。目的語プラス保護って書いてください。C の形は保護と言います。保護というのは、ここの、ここが、イコールで結びつけられることを、目的と保護が一緒なんですね。これ何言ってるか分かんないって思うかもしれない。最初はそうです。 10% ぐらい分かればいいです。あ、こんなの、こういうのがあんだと。もうこれは文法を日本人が、まあ、例えばイギリスでもニュージーランドでもオーストラリアでもそうですけど、アメリカでもそうですけど、語学学校行ったらこうやって分けてこういう部分で説明はありますね。午前中が割と文法の時間で、午後がスピーキングっていうのがあるんですけどね。それから例えばコールって書いてあるでしょ。ここにコール目的、何々を保護って書いてありますが、こうですね、見ててね。コール ABAB で A を B ということ。Call AB。 例えば My mother calls me プーちゃん。プー。まあ何でもいいんだけど。You でもいいし、あーでもいいし、何でもいい。Me でもいいけど。私のお母さんは私を呼びます。私をみーちゃんと。 OK? あかりちゃんはあーちゃん、家で何、あかりちゃんはあかりちゃんって呼ぶの。あかりっていうのお母さん、はい、りこちゃん、りこというね。 My mother calls me りこ、はい、みーちゃんは
Yuka. My mother calls me Yuka. My mother calls me Miu. Taka? Four は言わないけど。My mother calls me Otaka. っていうわけですね。そういうこと。で、どこが一緒かというと、ミーとポタカは同じでしょ？だからこれは SVOC の形になるんです。OK？ なんか難しいなって。日本語が理解できない人は、もうとても英語では、英語を理解することは難しい。英語っていうのはもうこれしかないの。SV、SVO、SV、SVC、SVOC、SVOO の形しかないので、ないんです。この中に全てが当てはまるんです。これは